おい犯人、聞こえるか？分かった、お前は警察だ。こんにちは。こんにちは。警察が一体何の用だ？何の用って決まってんだろ。遊ぼう。喋んな。軽トロやろ。軽トロなんかやってる暇ねえんだよ。軽トロやろ。黙ってろ。お願い、ちょっとだけだから。じゃあちょっとだけだぞ。じゃあ僕が泥棒やるから、おじさん警察やって。皮肉なもんだな。終わり。はい、捕まえた。終わり。結局捕まっちゃうんだよね。何が言いたいんだお前。今度ちょっとでもいけんなこと言ったらな、ただじゃおかねえからな。寂しがりや。食べんな。悪の栄えた試しなし。黙ってろって。大人になってな、ろくな人間なんだよ。お前が言うな。まあ興奮してれば何をしても許されるのかってことですよね。言い返せません。私は二度と同じような繰り返し、二度と同じような悲劇を繰り返してならない。やっちゃうぞ。二度と同じような過ちを繰り返してならないと誓いたい。今っきりでー。大人なんだと思ったんだ。とぉー、黙ってろって。おじさんの顔になんとなく見覚えないかな。おじさん、ママの友達じゃなかったの？ただの悪者なんだよ。変なことしたらな、ただじゃおかねえからな。お前が言うな。犯罪だよ。知っててやってる。誘拐した。誘拐した何？鉄が高温で溶けること。黙ってろ。3000万用意しろ。3000万だか。食べんな。絶対嫌だ。もしもし、ああ金用意したか。絶対嫌だ。犯罪だよ。不審者だ。今ネイジフともに不審者みたいになっちゃってるから。二度とこういったことがないように誓約書を書かせ母印を刺す。やりすぎですね。扶養家族とー。結局捕まっちゃうんだよね。何が言いたいんだ。